ホテルゼントラール修復中の様子。2013年撮影ホテルルックスは、モスクワのゴーリキー通り10番地にあった、ソビエト連邦の初期時代における、コミンテルンの外国人宿舎である。後に、東側諸国の要人となる多くの人物が、滞在していたことで知られる。例えば、ビルヘルム・ピーク初代大統領、バルター・ウルブリヒト国家評議会議長、地頭、 ラーコシ、マーチャーシュ、ホーチミン、シュオンライ、等である。老農赤軍本部第四局から日本に派遣された、スパイ、リハルト・ゾルゲと愛の空う思念も、コミンテルンの職員だった時期にこのホテルに滞在しており、顔見知りでもあった。リハルト・ゾルゲがホテルを去って10年後に、二人は日本で再会することとなる。日本人の滞在者としては、片山千が有名である。 日本共産党代表で長年にわたるホテルルックス居住者としてコミンテルンで最も知られた人物の一人であった。革命前、トベルスカヤ通り36番地にフィリッポフの家と呼ばれるモスクワでも有名なパン屋があった。世紀の変わり目の頃にパン屋の上に豪華なホテルが建てられ玄関脇のパン屋の他に角にはレストランが併設された。10月革命の後、 ホテルはボリシェビキによって接収され、ホテルルックスという名前でコミンテルンの外国人宿舎となった。1921年6月22日から7月12日にかけて開催された第3回コミンテルン世界大会には50カ国以上の国から約600名の代表が出席し、その多くがホテルルックスに宿泊した。世界中の多くの革命家が集ったことで、 ホテルは世界革命本部として知られることとなる。コミンテルン設立後は多くの国の共産党指導者が滞在するようになり、コミンテルン関連の建物のうちで最も有名な建物となった。1933年に5階建てだった建物に2つの木ザ橋が上乗せされ、部屋の数も約300となった。1933年は、 アドルフ・ヒトラーが権力を掌握し、性的である共産主義者の逮捕を開始する都市で、多くのドイツ人共産主義者の亡命に対処するための増築であった。住所表記も合ー通り10番地に変更された。炊事場は各階に2箇所ずつ、それぞれに6つのガスコンロと、中央には1つのテーブルがあった。トイレは数が少なく、男女用の区別がなかった。 中2階の下に6つのシャワー室兼浴室があったが、時に600人を超す住人を抱える建物としては、十分とは言えなかった。浴室は、男女別の時間決め交代制で、入浴券が必要だった。裏の中2階には診療所があり、優れた、主任医師、シャルフマン博士がいた。建物の中には保育園もあったが、子供たちは、ファーストネームしか使わず、 誰の子供なのかを知らずに、ほぼたちは、世話をすることとなった。また、理髪室もあり、どちらかといえば、不潔であった。裏側の中2階の暗い廊下には、壁新聞が貼ってあり、例えば、断水した原因とその後の天末などの記事が手際、よく編集され掲載されていた。また、部屋に設置されたスピーカーは、モスクワ放送の音楽、長ったらしい公演 あらゆる種類の生命を流していた。ホテルの前肢を通じて一貫して迫害を受け続けたのはネズミたちだった。ホテルの評判は上々であったが、早い時期からネズミによる被害が報告されている。警備員が毎晩のようにコンボで武装してネズミを追い回したが、ネズミがいなくなることはなかった。ホテルの奥に入るにはエレベーター脇のガラスの箱に詰めていた警備員に プロプスクと呼ばれる通行証を提示する必要があった。コミンテルン関係者のものは赤い表紙で、その他の宿泊者や職員のものは灰色であった。顔見知りの住人であってもプロプスクが提示されない限り、警備員はその人物を通さなかった。訪問者はホールの右奥にあるストルプロプスコフへ行き、 この小部屋の窓口にいる係員に訪問先を告げる必要があった。係員の女性は訪問者の身分証を預かり、電話で訪問先の都合を問い合わせ、問題がなければ副社式の用紙に両者の指名、部屋番号、日時を記入した。身分証が返却されるのは訪問先のサインのある用紙と引き換えにであった。抜け道がないわけではなかった。 ゴーリキー通りに面した正面玄関では常にプロプスクの提示が要求されたが、ネミロビチャ街に面した裏口では時たまでしかなく、しかもそこは開けっぱなしであることが珍しくなかった。1934年12月のセルゲイ・キーロフ暗殺事件の後、ヨシフ・スターリンは共産党から人民の敵を一掃するためのキャンペーンを開始する。 1936年に始まる大粛清はホテルルックスをも巻き込み1936年から1938年にかけて内務人民インブによって多くの住人が逮捕されたホテルルックスの住人の中で最大の比率を占めるドイツ人に関して内務人民インブは大規模な動員を行いゲシュタポが取りこぼしたドイツ共産党関係者はすべて 内務人民委員部が捕まえたと囁かれるほどであった。逮捕に理由は必要ではなかった。ある夜、内務人民委員部の係官がフランツラングの部屋のドアをノックした。命令された通りに部屋の外で待っていると戻ってきた係官がどうしてここに立っているのかと尋ねた。命令に従ったまでだと答えたラングに部屋番号を。 尋ね、13号室という答えを聞くと、今夜は、偶数番号だけだと係官は言った。驚いたラングはベッドに戻り、係官が再びドアをノックすることはなかった。1940年8月に、レフトロツキーが暗殺された後、ホテルルックスでの粛清はやみ、亡命者たちに、橋橋の休息がもたらされた。1954年、農業百覧会のために、 ホテルが必要となった時に、最後の政治的住人がホテルを去り、ホテルルックスは普通のホテルとなった。名称もホテルゼントラールに変更された。通りの名前は後にトベルスカヤ通りに戻されたが、番地はゴーリキー通りの時と同じ10番地のままであった。かつての住人の多くが、報告書、記事、改装録など、ホテルルックスに関する記述を残している。 粛清の前の報告は楽観的だがネズミの被害については最初期から言及されている。1978年にルートフォン・マイエンブルクがホテルルックスの歴史を記述する最初の本を出版した。ありがとうございます。